最近骨折したり娘ちゃんが事故したりでついてません。励ましてください。よろしくお願いします。最近よろしく。このさ、事故が起こるっていうのはさ、何が原因なんだろうと思うんだよね。それ、はいはいはい、そう、だからそれは前向きに考えたら、もっと大きい不幸が来ることを防いで、まだここで、止めてくれてるっていう見方もできるし、はいはいはい、何かこの前兆だと思うんだよね、俺はね、はいはい、でもやっぱり世の中さ、本当に一瞬のなんかタイミングで命を落としちゃうことってあるわけだから、まあ、よかったね、これぐらいとはよう言わんけど、それはあの骨折もしちゃってるしね、娘ちゃんも事故しちゃってるから、ただし、こっから先いいことが起こると思って一旦リセットしよう。なるほど。そのリセットする方法は、ちょっと変えてみよう、思考を、うんうん、それがやっぱ一番いいと思う。なんか引き寄せ続けてて増大しちゃうのが一番良くなる、はいはいはい、そう、不幸なことが続く人っているから、うん、それたまたまの一回でって言ったら続いちゃうことが良くないなと思うから、そこは一旦断ち切ろう。そうですね、流れ断ち切ってね、うん、いいゾーンに入ってそう、それはもうね、なんでもいいから、うん、なんか普段とは違う思考になることがすごく大事なんです。新しいこと始めてみるとかね。そう、今まで聴いた音楽は一旦やめて新しい音楽を聴いてみるとか、うん、違うチャンネルをめちゃくちゃ見るとか、まあ、何でもいいけどちょっと違う雰囲気、また、うん、部屋をめっちゃ換気した方がいいと思う。ああ、はいはい、はい、すごい気が滞留しちゃうとかそうなりそうな気がする。あ、はい、ちょっとスピリチュアル的な感じになっちゃったけど、僕は一応そういう風にするので、うん、ぜひ、はい、うん、ちょっとね、はい、中本浩二も心配あるしね、事故に起こされた、そう、誰にでもあり得ることやからな、はい、タイミングで、うん、お大事に、ほんとね、早く直してください。はい、はい、はい、うん。